メナジオンは合成ビタミン K であり、サプリメントとして用いられていた。1、4ナフト機能の2位をメチル元で置換した構造である。3位の側座がないため、ビタミン K の全機能を持つわけではないが、ビタミン K3 と呼ばれている。アルキル化されることで、ビタミン K2 となることから、プロビタミンに分類するのが適当である。メナフトンとしても知られる。 ビタミン K の先具体ではあるが、先進国では、サプリメントとしては用いられない。発展途上国では、入手可能な場合もある。グルコース6リン酸脱水素酵素欠損症患者に、溶血性貧血、核横断、抗ビリル貧血症などの副作用を起こし、大量摂取により健常な幼児にも、同じような症状を起こす。米国では FDA により、 サプリメントとしての使用が禁止されている。だが、多くの国では、家畜用の安価なビタミン軽減として、小容量で用いられている。先進国でもペットフードに添加されることがある。低プロトロン貧血症の治療にも用いられる。1947年から抗がん剤として、実験的に使用されている。近年、ビタミン C と組み合わせることで、 全立腺がんを治療する研究が行われている。また、エルロチニブセツキシマブなどの上皮成長因子受用体阻害剤による皮膚障害を軽減するため、メナジオンの塗り薬が開発された。ありがとうございます。